じゃあね、アースさんは仮装隊長に出たいということで、はい、じゃあちょっとね、みんなのメールをちょっと読んでみましょう。お願いします。ラジオネーム太っちょ塾講師さん、はい、皆様おはからです。おはから。おはから。出場してみたいコンテスト体型は、体型、大会は、体型って言いましたね今。別に太っちょさんの体型のこと言ったわけじゃないですか。太っちょ大会じゃないですか。そしたら大会は、大会はサスケです。ああ、出た、サスケ。はや、やってみたい。これ私もサスケめっちゃ難しいんですよ。なんでわかるんですか。出てた、知り合いが出てて、え、群馬のね、松田さんっていう人がいて、みなかみの、はいはいはい、その人がね、今もう何回も最近常連に なりつつあるんですけど、はい、すごい厳しいらしいですよ。みなかみの、みなかみのもう自宅にセットとかも作って、もう本当に本格的な人で、うわー、松田さん、松田さんっていう、顔見れば松田大輔さんっていう人で、どんどん情報を割らしてる水道屋さんなんですけど。ダメだよ、個人情報ですよ。いいんですよ。でも本当自宅に、すげえ反り立つ壁とか作って、実寸大で、俺やったんですけど、やったんですか。やりました、やらせてもらったんですけど、あれマジでテレビで見てる以上に難しい。テレビで見てるともう、ああ、なんでいけないの、いけんじゃんって思うじゃないですか。本当に、なんだろう、反り立って、って高いんすよ。分かった、こう坂みたいになってて、そう登ってくやつですよね。で、上にボタンがあるやつ、ボタンつか捕まって登るやつなんですけど、登ってその上にボタンがあったりとかするんですよ。うん、そう、まだ先もあるけど、あれね、めっちゃむずいっす。それ立ってるから本当一気に行かなきゃいけなくて、もしこの掴めなかった時は、背中から落ちるんですよ、あれ。痛い。だからもう下手したら後頭部打つし、だってコンクリートっぽいですよね、見た目。鉄板みたいな。鉄板か。木か、鉄だと思う。だからあれめっちゃ危ないんで。へぇー。あれほんとやってる人すごいなと思いました。命がけなんですね。命がけサスケの人は。サスケ。で、太っちょさんは、はい、去年ある生徒に、痩せたらサスケに出てくださいよと言われました。ひどい。いや、でも本当にその松田さんって人ももう40過ぎてるんですけど、はいはい、ちょっとお腹も出てたんですけど、サスケ出るためにめちゃくちゃ鍛えて。お、この多分4年ぐらいでムキムキになって、ムキムキで本当に変われます。で、まあサスケは人生変えたって言ってましたけど、うわー、太っちょさんって結構、はい、有言実行タイプで、確かに、だって T1 グランプリも64店舗全部回ったぐらいですから、はい、行動力すごいんですよ。だって高崎駅からお墓、お墓を見るために高崎からここまで歩いてくるって言ってました。そうなんですよ。だからもしかすると私たちがこう応援すると、本当にシックスパックどころじゃないですよ、やり60パックぐらいいっちゃう。ムキムキになってサスケ出てるかも。でもサスケ、これ一個言っていいか分かんないですけど、うん、ポイントというか、はいはい、職業が大事らしいっすよ。え、職業が大事。あんまり職業かぶっちゃダメらしいんですよ、この、はい、いろんな人出るじゃないですか、はい、だからやっぱ同じような職種の人はダメ。じゃあ消防士とかはダメとか。そう消防士だったらこの人みたいなのが、実はそういう枠みたいなのがあるらしいです。そうなんですね。塾講師はまあそうですね、もうちょっとパンチ力欲しいですね。いやいやいや、塾講師さんが、まあそうなんですけど、もうちょっとなんか世間に、え、何その職業みたいな方がインパクトある、ね。でももし私が視聴者だったら、塾講師さんって逆に運動しなそうだから。そうですね。え、講師できるの。だからもうなんとか塾講師がいいんじゃないですか。あ、なんとか太ってなんか地下鉄塾講師みたいな。地下鉄で教えて。そう、でも面白いじゃないですか、職業地下鉄塾講師とか言ったら、何この話。なる。明日からちょっとね、ネーミング考えてあげてください。で、言われたから生徒に出てくださいよと。はい、ノリと勢いで生きてる自分は、分かった出るよと即答してしまったそうです。頑張ってください。頑張ったらね、確か年末にありましたよね、うん、今から鍛えて今年のサスケに間に合うかな、行ったからにはやらないと、とほら、やっぱ責任感強いから。いやでも本当やっぱなかなか一発で受かるの難しいと思います。何回もやっぱオーディションとか行って、うん、ちょっとなんかあるらしいですよ、いろいろ。やっぱ見てる方は、あー惜しいとか言ってるだけだけど、実際やってる方は大変なんですね、はい、いやもう本当人生かけてますからね。ですよね、はい、その松田さん見て分かったんですけど、うん、本当に家族が離れていくんじゃないかっていうぐらい、家庭もめちゃくちゃになるけど、でも出たことによって家族がこう一体感が出て応援もさらにすごくなって、こう賭けです、本当に。みんな知ってますもんね、サスケなんてね。サスケはすごい。わー、すごいなー。じゃあ太っちょ塾講師さん、ぜひね、はい、お墓の代表として頑張ってください。エール送ってください。さん、じゃあエール送らせていただきます。はい、エール。
素晴らしい、頑張ってください。はい、ラジオネーム高崎のパパさんからです。パパさん、信州神諏訪にはですね、うん、舞姫、デリジン、うん、本金、横笛、マスミといった5つの酒造が国道20号線沿いに密集しているんだそうです。うん、全部お酒の名前でしたね。はい、なんか唱えてるかと思った。唱えてるって。信州神諏訪にはねのそばにはですね、はい、うん、お食事ところで5種飲み比べセットっていうのを頼んで、はい、全種類を当てたパパとしては、うん、群馬地酒の銘柄当て大会とかあったら出場してみたいなと。ああ、聞き酒ってことですね。そういうことです。おお、これあるのかな。あると思いますよ。おお、あると思います。群馬にあると思います。でもあると思います、うん。ですよね。聞きませんよく聞き酒大会とか。うん、なんかでもお酒のイベントとかあったらありそうじゃないですか、うんうん、ですよね、うん、ただにしても5種飲み比べセットを当てたパパすごいですね。すごいですね。ねえ、うん、でもお酒だとまあなんか分かる人は分かると思うけど、うん、私前県庁でお水の飲み比べっていうのをやって、はい、群馬県のみなかみとか、うん、もちろん沼田もあったし、はい、前橋とか全部の水を当てるっていう、はい、それやっぱ味違うんですか。いや違いました。でも難しかった、お水だったから。その軟水構成みたいなのあるんですか。あ、多分そういうのも、はい、ありました。あと味の残り方とか、下手したらちょっとだけ匂いとかも分かる人は分かった、私分かんなかったけど。へ、うん、口に入れた時全然違います。そうなんですね。そう、群馬県内でもね水も違うんだなと思いましたわ、うん、それ思いましたわ。そしてラジオネーム埼玉市のグラサンマスコジさんです。来た、お今日読めるメールか。はい、ただこの人、若い頃にジュノンスーパーボーイコンテストに応募しようと思ったことがありました。なるほど、はい、イケメンだから隠してたんですよ、サングラスマスクで。グラサンマスコジさん、うん、そういうこと。でも本当俺グラサン外したとこ見たことありますけど、つぶらな瞳でした。そうなんですよ、意外とあの方で思ったことがありましたが、はい、やっぱグランプリを取っちゃったら、うん、芸能事務所からのスカウトをね断るのが大変だったり、はい、若い女の子たちからねキャーキャー騒がれたり、小腹が空いた時に気軽にお肉屋さんでコロッケを1個だけ買って食べれないというか、いろいろね不便そうだから応募しませんでしたよと。でもね、もし応募していたら今とは違う人生を送っていたのかもしれませんねといただきました。あ、やかましいですね。いやいやいや、でも本当に撮ってたらあーちゃんと共演とかもあったかもしれないし。いやいや、私が共演したいですよ。だって小池徹平さんとかですよ。まさか溝端淳平さん、その岳さんとかですよ。でしょ、その次にグラサンマスコジさん。いい小池徹平さんの。でもああいうのってなんか自分で応募するよりお姉ちゃんが買ってねみたいなパターンじゃないですか。ありますね、あるある。じゃ、はい、ちょっと待ってください。ちょっと面白かった。読んでくださいよ。はい、ラジオジャンルが変わってきてるですね。ラジオネームトゥーパンプさんは、はい、テレビ界のアカデミー賞と言われるエミー賞は、うん、アメリカ国外で制作された番組が対象の国際エミー賞という部門賞があるそうです、はい、日本人でもねいろいろと表彰されていて、うん、で、トゥーパンプスさんもね、私の動画が使われた番組が表彰されたら切って嬉しいですと。すごいね、トゥーパンプスさんね。ね、動画すごい話がいつもでいっぱい出てくるからな。出てきますね。そしてラジオネームまこっちゃんさんは、はい、スタンプラリー、ウォーキングスタンプラリーっていう大会があるみたいです。それに出てみたいよと、はい、ラジオネーム上川の桃人さんは、あ、桃人さん、グータラコンテストかなといただきました。何グータラコンテスト。分かんないけど、桃人さんありがとうございます。いただきました。さあ読み切った。すごいですね、読み切りました ね。皆さんやっぱりいろんな大会出てみたいっていう、はい、あるんですね。ありますね。ね、なんかアシも頑張ろうかな。私アシさんにこの大会出てもらいたいんですよ。はい、何これ、何か変な写真。ボディーペイント大会っていう国際大会があって。はい、おお、すごい。そう。何写真見てこれ言ってください、どんなの。なんか全身にもうペイントしてあって。そう。なんていうんですか、スパイダーマンじゃなくて、なんだろう、これ気持ちが悪い。うん、赤とね緑でこう塗ってあったり。
この人は白となんか心臓あ心臓の絵かこれ内臓の絵が書いてあるえこれなんかもう乳出ちゃってんじゃないですかこれ裸ですよねこれそうだからアッサーもう裸になってもらってそこに全部ボディペイントですよこれ大丈夫なのこれでも塗ってあるから大丈夫なのそう大丈夫なんですよ大会がオーストラリアで行われていましてすごいもうね、はい、すごいんですよ今世界で45カ国以上が参加してるあこれすごい左の乳首がピンクで右が水色に塗ってあって周りこのなんだろう迷路みたいになっててこのすごいなこの絵このボディーペイント大会にぜひねアッシュさん、はい、今年出場してください俺出てもいいですけど1個だけ条件言っていいですかはいあーちゃんも一緒に出ましょういやですよだからあーちゃんも出ることがなんで私がおっぱい出さなきゃいけないんですか, だから塗ればないって分かんないもんだって失礼ないやペイントしたら分かんないんじゃないですかすごいというわけで明日のメールのテーマはあなたが行った思い出に残っている旅先でお待ちしております本日の担当は磯日彩香と関谷氏でしたそれではまた明日バイバイバイバーイ。